こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、女性が大切にしている日、これ2日あります。それを知っているのと知らないのとではあなたの株がね、上がるか下がるかという大きなね、瀬戸際になってきますのでね、ぜひお話をさせていただきたいと思います。で、知ってるよっていう方ももしかしたらね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、これはね、忘れないようにしてあげてください。女性が大事にしているのはまずお誕生日です。そしてクリスマス、お誕生日とクリスマスはすごく大事にしてますので、もし気になる女性ができた時は必ず Facebook とかね、何か SNS の情報を使ったりでも構わないので、必ずお誕生日をチェックしてください。で、もしね、気になる女性のお誕生日が近かったら、それを口実に誘いやすくもなりますし、で、まあ、遠かった場合も知ってる知らないとでは今後のね、話し方っていうのも変わってきます。で、もしその女性がお誕生日が近かったり過ぎたりしているのに、おめでとうも言ってくれなかったりすると、なんだこの人、私のお誕生日すらも知らないのっていうふうに思われてしまうので、必ずお誕生日のチェックは怠らないで忘れないようにしてください。あとクリスマスですね。女性はクリスマスを、ね、人生1年の中の大きなイベントの一つと捉えている人がとても多いです。そしてクリスマスを口実に誘うこともできますので、まだね、ちょっと、暖かい時期なのでまだまだですけれども、この2つの、ね、日がとっても大事だっていうことをしっかり覚えておいて、僕はクリスマスはやらないとか、誕生日とか別に祝ったことないとかいう言葉はね、もし祝ったことがなかったり、クリスマスなんかどうでもいいと思ってたとしても絶対に言わないようにしてください。ではここまでになるんですけれども、メルマガの登録と LINE のお友達募集してます。コメント欄に友達の方法、ね、友達登録のやり方書いてあります。メルマガと LINE は違う内容を書いてますので、メルマガ、LINE、そして YouTube の登録の方をお願いします。今日も、聞いてくださってありがとうございました。